たところで買ってきてくらいって、もうあとはもうスプライやるだけなんで、吹き買ってない全然。もうスプラーをやります。あ、スプラトゥーン買った、だって、あ、待って、誰かやってんな、ちょっと待って、大ピロイ、ちょっと待って眠い、30分はできるな、誰かやってるわ、ゆめちゃんがやってるわ。ゆめちゃんやってるでしょ。まあでもとりあえず私はガチマッチをやり続けるっていう、そう、このプロコンでの、プロコンで慣れて行かないとな。チャレンジ、私 B マイナスなんだけど、とりあえずみんなにはガジーがただやるだけの配信を見てもらう形になっちゃう。え、ちょっと待って、うまくいかなかった。武器は今、あ、おつはた、ありがとう。プロコン買った方がいいよね、だって。いやー、どうだろう、私はもともとプロコンで全然やってなくて、配信のためにプロコンを今から使うよっていう感じ。ちょっと待って、めっちゃ膝痛いんだよね、なんだろう、困ったな、膝が痛い、うん、一晩寝ればなるか。ちょっとゆめちゃんやってるわ、ガチャカチャカチャ音を聞く配信だ、確かに。前と同じ膝、そう、最近膝が悪いんですよ、私の中で勝手にですけど。でも大丈夫、あのこれね、ちょっと整体に行けばねすぐ治るって分かってるんだ。ちょっと整体に行く時間がね、エラーです、ちょっと待って、どうしたのかな。私を見て楽しんでこれ、一回レギュラーマッチ行く。そうそう、全然通信エラーが多いだって。あ、そうなんだ。オンコールライブチケット販売してた、うん、お、来た。このところ体の調子が悪い、なんかいろいろ言ってるけど、あ、心は元気なんですよ、心は元気なんですけど、いろいろあるんですよ、なんかここそういう多分年なんだと思う、あの2022年が。じゃあ行くよ。今使ってるのはあれですね、あのプロモデラーちゃんを一応今レギュラーマッチから一回手鳴らしてから行こうかなって思ってます。あ、やば、でもちょっとプロモデラーちゃんあんまり強くないんで、ちょっと手慣らしですね、完全に。プロコンをどううまくやるかっていう、レギュラーマッチでちゃんと練習した方がいいのかな、どうだろう。うわ、オッケー、よっしゃー、2キルです、ありがとうございます。ちょっとプロコンもちょっとやればなくなりそう。私あの今日本当はもっとやるつもりだったんですけど、ね、ソロのイベントがあるんで、ね、9月12日のさイベントのためにちょっと普通にこう練習してたんですよ。
だからあの朝買いに行って、普通にねちょっとスプラッとやったんだけど、もうねすぐね買いに買えちゃったので、よっしゃー、2キルしました。今だから今4キル目かな。練習をねしたくて、そうそうそう、だからちょっとね、なんていうのかな、そっちに集中してしまって、スプラトゥーンだからね、もうソロのイベントをねまずねきっちり終わらせてからゲームをねしっかりやろうかって思ってます。ちょっと失敗してしまいました。死んでしまった。プロモデラーは全然キルは取れないですよ。でも塗ってあげて味方をね冷やすく、味方が生きやすくしてあげるのが一番ね役目だと思うんですよね。そう、でもねスペシャルがちょっと使えるようになってきて、はい、キルです。5-6ですね。6キル。よいしょ、もうちょい先に行きたいな。ちょっとインクがなくなるのは本当ギアがね、私本当にサブなんかボムばっか投げるタイプなんですよ。めっちゃボムをボムでキル取りたいレベルの人なんで、全然ねギアがね今一応あれしてるんだけど、何あ、ギリキルって間に合わなかった。ギアをサブウェポンアップアップにしてはいるんだけど、肩、そうにはしてるんだけど、そうそうそう、じゃあ何にして、待って、めっちゃ反射してない、いろいろ、まあ、いいか、あれ全部反射してるな反射で何も見えない。反射でごめん、何も見えなかったね。ちょっと一回やめるにして、そう、ガチマチ行ってみる。プロモデラちゃんで行くのが嫌だよな。必戦にする、必戦にする。お、乱入。お、うちのマネージャーごっこと顧問が乱入してくださってるみたい。どこにいるんだろう。話しかけた。あれ、イカス押しちゃった。あれ、これ私どうしたらいいんだろう。マネージャーさんはここも、あ、部屋に合流したって。私どうしたらいいの、私どうしたらいいんだろう。ん？ん？ちょっと待って、やり方わかんない。あ、これか。殺したらみんな来るのか。ガチマッチ行きませんと送りたい。ゆめちゃんも来るのかな。試合中ゆめちゃんがガチマッチ行ってるな。これガチマッチに行きたい。家事普通にやってていいのかな。ガチマッチ行きたいな。戻れない系かな。必戦どうしようかな。
キヤに行って武器が欲しい、うん、あ、クロザップが使える。あ、カボーノラ来た。いやでもちょっとごめん、ローラーはねもうやめた。私はローラー卒業。あークイックボムがな全然ないな。クイックボム強いからねもうしょうがないんだよ。シャプマ、なんかシャプマ嫌いなんだよ私、全然うまくないから。炭酸ボム、うちが今使ってるなんだろう。あ、炭酸ボムめっちゃいいなって思った。ライトでもできるよ炭酸。これかロッシャー、ちょっとこれちょっと一回やってみよう。行きましょう、行きましょう。少々お待ちください。これ欲しい。ちょっと今試し打ち、あ、いや結構でもしんどいか。これなんだろう、はあ、ナイス玉やだやめた。ナイスダメこれです。よし、やりづらいだけだって。あ、画面がちっちゃいだけかな、うん、だからあんまりライトだからちょっととかはないかな。基本カジシマのとこに乱入したと思ったらいなかったって。これ どうしたらいいんだ。行きたいです私。どこに、あ、ルーム作ります。誤字脱字が今日もすごいですね私は。え、これか。ゆめちゃん来ないかな。あ、いやみたいな。カジシマガチマッチにいます。あれ誰もいない。誰か来るかな、ちょっと待ってみよう。ゆめちゃんが来るかな。いや今日はやると思ったんですよね。ゲームって言うとテンション低めだって。あ、かもキューッとかあんまりならないかもしれない。わーい、ライト、みんな画面見てるのすごい。あ、ゆめちゃん来たんだけど、爆笑なんだけど。多分ね、この3人、ゆめちゃん来た、ゆめちゃん来ました。ゆめちゃん何してんだろう。ちなみに絶賛配信中だってことをゆめちゃん知っているのかな。このゆるーく、自主練ですね。やられると一回コントロールくるのは癖。あ、癖かもしれない。うん、ライトでやってる人いっぱいいると思う。
さあ、私はプロモデラーで、ガチアサリに来ました。さあどうでしょう。あ、むずすぎ。あ、ここがまだ OK。 とりあえず1キル取れた。もう1キル取りたかったですね。あそこにいた子近くに。でガチアサリのちょっとルールが変わって、8個で大きいアサリを作って相手のところに投げ入れる形になったみたいで、ちなみに今でっかいアサリを私は、あ、死にました死んだったダメですね全然。さあ1です。下私は出して、ちょっとやっぱアサリはこうね、町に落ちてるアサリをゲットして、こうね、相手のチンチンにね行かなきゃ。はい、2キルしましたが私は死にました。だが一応守れたのかな。あー、でもちょっと味方来てるね。ちょっとプロコンがまだ慣れてないです。このコントローラーで操作するのが結構、今日ねテレビ電話特典会とかもあって、ファンの人がね、僕もスプラトゥーンやってますみたいな方結構いたのが嬉しかったですね。あ、ちょっと最悪ミスった。スペシャルが難しいですね、うん、ちなみに今カウントは動いてないですね。相手の陣地にアサリを100個入れたら勝ちっていう、そういうゲームなんですけど、100個って100カウントかな、カウントしたら勝ちなんですけど、ちょっと死にそうですね。私1回引きます。おっと狙われてる、おっとめちゃめちゃ狙われてる、おっとすごい速度で狙われ、あ、死にましたね。あ、そうそう、玉入れですね。相手の陣地にあるゴールにシュートするっていうやつなんですけども、今カウントは両者とも譲らず動いておりませんが、相当攻められてますね。勝てるかな。あ、遠藤さくらさんです。お名前すごく聞いたことがある名前ですね。ちょっと進めないですね。味方、あ、敵が来ちゃってるね。ちょっと、あー、ダメなんだこれじゃ。あ、うわ死んだよね。ちょっと私活躍してないです。全然バスケ部なのにシュート決められてないですね。ちょっとプロモデラーちゃんなんで色塗っていきます、うん、ちょっと相手がすごものすごく来てますね、こっちに。うわ強いね、やばすぎですね。さあ2体来ちゃってます相手が。あ、でも倒してくれたっぽいです。ちょっとゆめちゃんと倒してくれたんだな。よし、うわ届かず、う、死にました。いや、ちょっとごめんなさい、私が死にすぎている件について。お亡くなりになられた方を見つけてしまいました。うわっ、ちょっとこのスペシャルすごい強いな、相手が使ってるやつ。ちなみにカウント、あっ負けましたね。これはラスト3秒とかで入れられてしまいました。負けました
きました。全然勝てなかった。私が無能ですね。梶島無能説。あ、やばい、梶島無能説ですね。ちなみに私8デスですね。だいぶお亡くなりになられてます。6キル、なんとも言えませんね。スペシャルは5回、もうちょっといけたかな。ちょっと難しいと言って、蜂蜜舐めなきゃ。蜂蜜始まりプーさんですからね。私は始まりプーさんです。うん、目なった女同士だ。うまうまうま。私が舐めてる蜂蜜これかな。ルーム作りました。落ちてるアサリ8個拾ってでかいの作って投げて、これはマヌカハニーですね。UMF10 だからそんなにマヌカマヌカしてない、そんなに濃くはないんだけど、だから食べやすいよね。もっと高いの昔食べて、あの高いってあのマヌカ度がね、マヌカ度がもっと高いとうわーって感じなんだけど、これぐらいで私は十分です。めっちゃ美味しいですけど、なんで飲むかっていうと喉にいいのと睡眠の質が上がるって言うからさ。てかうち健康食品みたいな大好きだよね、ほんと。これは社長が誕生日プレゼントに買ってくださったので、もともと蜂蜜が欲しいですって言ったら
当に誕生日プレゼントくださいませ。マヌカハニーとハチミツの違い、いやなんかね味とかはもう全く違うんだけど、なんかマヌカハニーがいいよみたいな、なんで知ったかっていうと、あの白石麻衣さんが握手会の時に舐めていらっしゃったっていうのを聞いて、そこから舐め始めるようになったんだよね。普通のハチミツだと結構甘い美味しいみたいな感じだけど、もうマヌカハニーはなんか蜂蜜をギュ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 って濃縮させてるような味がする。だからなんだろう、濃いなみたいな、もうなんか喉とかキリキリキリってするくらい濃いなっていうような感じです、うん、お高そう。そう、あんまり安いものではないよねやっぱり、うん、しっかりお値段はするし、いいやつだとどこまでもお値段するんじゃないかな。私5000円くらいのやつをちょっと舐めてました。最近は舐めてなかったんですけど、喉の調子が本当に悪い時はしょっちゅう舐めてた。だから赤坂ブリッツの単独ライブをやった時とかはガチガチ舐めてました。マッチングしないな。ソロにした方がいいかな。今までの業績が見れるんだ。あれ？あ、来た。チームしました。さあ、行ってみましょう。やばい、全然喋ってなかった。ちょっと今は動きづらい状態です。スペシャルが飛び交ってる。1キルしましたが、ちょっと出てしまいました。お亡くなりに。さあ、まあ、ガチマッチ的なのをやってるんですけど、ランクが上がっていくやつなんですが、全然ランクが上がる気配がありません。よし、できる。なんか分かんないけど、なっちゃったよ。おお、おお、うわ、ああ、ダメだ、全然ダメですね。なんだこれ、ね、もらったのはいいんだけど、どうしたい。
れました。アサリを入れてみた。でも誰も続いてはくれなかった。難しいですよね、アサリを入れると。いや、しゃあ、うわあ、あっ、残念。機械をいじりがち、長時間いじっていると体に。いや、そうだよ、ね、確かに。今日は、ね、全然ね、スプラトゥーン逆にできてなかったので、あ、倒しました。できてなかったので、ちょっとね、夜はギターが弾けない分、そうそう、ちゃんとね、今倒しました。何人倒してるかな、分かんない結構頑張ってるじゃないですか、私は。私のようにね、よし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 、スペシャルタイプ。あアザリを散らかしちゃうね、私は。おー、アサリを散らかしちゃうね。スペシャルを使うとアサリを散らかしちゃうことが分かりました。とりゃ、わあ、ちょっとやって、かゆい、かゆい。ちょっと味方は私が投げたアサリのカウントしか進んでないので、ちょっと全然勝てないですね。相手は結構もういってるので、ちょっとしんどいところがあります。相手62カウント進む、あと残りか、私たちまだ80カウント進めないといけないので、全然勝てないですね。 OK、 倒しました。やばい、アサリが足りないのよ。わかんないけど、なんか、あん、負けました。うん、勝ち負けず嫌い。あ、そう、ものすごい負けず嫌いなんですよね。すっごい負けず嫌いです。やばい、これ負けました。勝てないですね。深夜のゲーム、昼前に楽しい。アサリむずいですね。え、まだいけるかな。なんか知らない人入ってる気がする。か、誰だろうこの人。なんか知らない人がいます。誰だこれ誰だろう、知らない人がいるわ。誰か入ってきた誰待って、この人は私の友達かな。今更ながら名前が、ああ、誰だ私の友達、あの高校の時の友達の、あの LINE がたまに動くんですけど、そのか、その子かもしれない誰だっけこれは。私こんなことしょっちゅうありますよ。誰かわかんないみたいな。誰が誰だかわかんないんだよね、結構。でも、あの、ちょっとみんなでやった方が楽しいじゃんみたいな思いながら
あれ、もしかしたら中学の時の友達かもしれない。そういえば一人スプラトゥーンやりたいって言ってた子が今思い出したけどいたな。プガニキのことすごい好きでいてくれる子がいるんですよ。嬉しいですよね。ちなみにやられてます。やられちゃってますね。やられちゃってる時はこの間にアサリを集める。あっ、やっちゃった。ダメだ、全然やらかしてる。相打ちですね。あ、でもなんか3人ぐらいいたから意味ないや、相打ちもない。相手ガチ強です。お、あ、ごめんなさい、私が死んでしまう。やばい、エビピンクが来た。やってんな、みんな結構こんな夜に。意外とみんなやってるものですね。いや、お、あえて全落ちしたんで今がチャンスですね。じゃあ私が、あっ、ローラーにやりました。やられました。一回持ってみるか。いるな。あらららら、あらららら、はい、入れた。イエス、一回入れました。今、うん、あのね、シュートをね、私が決めたってことです。あ、やばい、ちょっとディフェンスガラ空きですわ。ディフェンスガラ空きでしたね。面白いな。間に合わないか。あ、間に合わなかった。あ、ちょっと後ろから叩かれましたね、ローラーさんに。いや、めちゃめちゃやられてる。よいしょ。行きますか。おう、私なんか生きてるわ。あ、死んだわ。あ、嘘、ショックすぎ、泣いちゃう。あー、全落ちですね。これはギャン負けです。ギャン負けですね。ああ、私の友達でした。今 LINE が来ました。
恥ずかしい全然忘れてたことに申し訳ない気持ちでいっぱいですね。中学の時の友達、中学の時からずっと友達ですでした。あの急に乱入してきた子は、わかりました。なんかうちの顧問が、あの動画を見てから出直すとのことなので、私今中学の友達と2人でガチマッチになったんですけど、もう何の配信かもう全く分からなくなってしまいました。分かんないけど、私の友達と2人でやってるガチマッチになっちゃったんですけど、すいません、もうなんか何の配信か分かんない、もうお友達は強かったのかしら。うん、ちょっと一回見てみますね、履歴。友達は、お友達めっちゃ強いです。私が7キルだったんですけど、あの友達は16キルしてました。いや、めちゃめちゃ強かったです。これは一緒にやるしかないですね。何の配信だこれは、よく分かんなくなっちゃいました。誰だろうから始まったのに、めっちゃ久しぶり、死ぬほど久しぶりにあのスプラトゥーンやってますよ。4年ぶりぐらい好きの久しぶりです。スプラトゥーン、うん、そう、よく一緒にやるスプラトゥーンの友達は高校生の時の友達とかは結構しょっちゅうやってたりしてたんですけど、こういうスプラトゥーン仲間増えたらいいですね。うん、スプラってすごいよね。こう昔の友達とか仲良かった友達とか親しい友達とか、もうどんな友達でも急にできるのがスプラトゥーンなので。あ、さっきエビフィレオじゃなくて誰だっけ、エビ、え、ちょっと待って、オンラインめっちゃ増えてるんだけど、エビピンクだ、エビピンクは今何やってんだろう。姫何してるかな。あ、12時過ぎちゃったんだ、もうそろそろ我は寝ないと明日があるんだ、あれだけど、ピンク、エビピンク今、あ、ただエビピンクガチマッチできないんじゃん、まだ。そうだ、姫です、エビピンクは。そうね、さあ、さあ、これでさ、もっといろんなさ、私の昔の友達みたいなのがいろいろ入ってきたら面白いね。誰、君誰だっけ、君誰だっけみたいな。それか、私高校の時と結構友達はゲームの友達か親友かしか全然喋ってないっていうか、こうつながりがあまり高校の時代はなかったので、で任天堂スイッチ持ってる子をめっちゃ片っ端からめっちゃフレンド聞いてたんですよ。そう、ゲームの仲間は何人いてもいいと思ってたんで。親友さんスプラ、買ったかな、どうだろう、買うとは言ってたんですよ。うん、どうかね、分かりません。
うとは言ってたんですけどね。どうだろうね、本当にマッチングしないね。どういうことなのこれは。そこはアクティブ、そう、人と対面しないところはねめっちゃアクティブなんですよ人と対面するってなると一気にインドアになるんだけど、人と対面しないときはめっちゃ動きますよ。まだ報告ない。いやね、うちの親友も忙しいんでね。あいたたたた、あいたたた、めっちゃ膝が痛いんですよ。いててて、ちょっと見ました。お城さん、お、こんばんは、かじまえです。お風呂上がりのすっぴんでごめんなさい寝る前みたいな感じなんですけど、プラトンやるためにちょっと起きてる。あ、この目待ち中だともしかして最後の戦いかもしれないね。椅子がいいんだけど配信は椅子じゃできないべ。イカリング3ってなんだっけ。ああ、これやってるわ。これね。うん、やってるやってる。これイカリング3っていうの。なんならさ、ちょっと開いてるわ、これ。これイカリング3って名前なの。そうなんだ。知らなかった。本当だ、イカリング3って書いてあったわ。へえ。そうなんだ。明日何時起きだろう。配信できるようにしましょうだって。ぜひ会島に移送ください移送ください。あ、もう全然マッチしないね、これ最後だな多分、うん、何しようとしたんだっけ。あ、明日何時に起きるかっていうのを私調べようとした。明日はね、池袋ですね。あ、チケット売らないの、たーい、忘れてた。1月4日のワンマンライブですね、のチケットの発売が、ショールームでもできます。イエーイ、できた。はい、長い、この結構いないっていうか、どういうことなんだろうって、このマッチメイク中っていうものは。もうね、510秒経過してるわ。明日の告知、サンシャイン池袋ですね。サンシャインシティの、あ、池袋サンシャインシティ、マッチング待つものだって。待たない、いつもなんか10秒ぐらいでマッチングするんだけど、分かんない、なんでだろうね、ちょっとわからないんですが、まだそんなにいないのかな、やってる人が。明日は池袋ですね。観覧フリーのエリアもあるということなので、ね、気軽に、あ、気軽にお越しください、ね、配信チケットもありますし、オンコロライブはね毎年ね、毎年っていうか去年前座でてもらって嬉しい。
ち行けなかったって嬉しいよ、その気持ちが嬉しいよ私は。あ、ペンチリがこんなところペチャペチャ。マッチングしないのでちょっとあやごじだよ。なりたい。寝る時間なっちゃったよ。もう全然誰も来ないの。メイクなくなるのかな。メイクなくなった。サメみたいなやつ楽しいな。全然来ないです。もう私今中学の時の友達を打ち続けることしかできないんだけど、とりあえず暇すぎて来ないし、ちょっと来ないですね。これはもう本当にみんな9月12日は池袋に来てくれるかい。あ、1200人見てんの、すごい見てるじゃん。こんな夜中の、すいません。夜中なのに。ちなみにここマリオだよね。任天堂まみれだよ。ああ、12日来てくれますか。ちょっと急遽決まったイベントだから、ね、観覧フリーだと思うんでお越しください。本当にめっちゃ誘って誰かを、ね、今やりますってさ、こんな急遽言われたらどれぐらいの人が来るんだろう。めっちゃ不安すぎてどうしたら。泣きそうです。え、もうさ、マッチングする気なくない。800秒経ってるんだけど、よっしゃ来た、やっとだ、やるか、来ました、出るかな。申しは名前やばい人いっぱいいる。わあ、危ない危ない、私死ぬぞ。あ、ちょっと間違えたな。あ、私、あ、ちょっとダメだダメだ。800秒の出会いはさてどうなる。確かにそうなんよ、この800秒でね、負けるわけにいかん。私は、よし来た、あざす。
あざす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 。一個だけ入れたアサリ。あ、三個入れた三個。帰ろう。三個じゃ何にもならんと。ボイボイボイって三個だけ入れた。でなんかさ、スプラトゥーン3になってさ、違うゲームのさ、このルールとか出るのかなとか正直ちょっと思ってたよね。出なかったよね。あ、アサリ大きいのにしたらお亡くなりになりました。お、友達来た。友達の後ろ歩いてこ、友達いるわ。ほら、あー、そうか、後ろ歩いてたらアサリ取れないや。ちょっと大丈夫か。ちょっとさ、ま、前行って行ってね、行って行って、もうちょっと倒してよ。うちが通るから倒して、うちがそこ通りたいから倒しといて、頼むよ。あ、ちょっとちょっと死ぬで、うち死んだよね。ほんとにキルできないんですよ、マジで。なんだよな、あ、2個か。自分で取りに行かないといったろ、マジで。届かないんだけど、ちょっと待って。目の前で落ちました。あのゴールの目の前で落としました。私は届いたと思っちゃったな。ダメだね。おー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 、行ったろ、絶対に行ったる、行ったろ、強行と。ねえ、そのこのさ、頑固さが悪い方に出てる。あ、ちょっとどうするのね。何回でっかいアサリを作ってるわけ。あのでっかいアサリ作って死ぬっていう、そういう人なの私は。飼ってるんだけど、うち何もやってないからさ。あー、1キル、私もしかしたら1キルしかしないかもしれない、このままだと。ウィンクない。おー、大丈夫か。目の前で大爆発は起きましたけど、心配だよ、心配だよ。あ、入れる入れる入れる、ありがとう。入れました。内州梶島屋バスケ部8年間補欠の意地を見せてやりましたよ。どうだろうね。さあ、うちもう一回いったろうかな。入れちゃう。入れようと思ったら目の前が真っ暗になりました。嘘でしょ。ねえ、いい、めっちゃおって言いようとしたらピューって上に行っちゃいました。あ、まぬけ。こんなことあるんだ。え、入れたい。一回入れようよ。死んだけど。どない？あ、延長だったから、こんな無駄に死んでる場合じゃないね、結構。止めなきゃ。え、勝ったよ。勝った、多分勝った。何もしてない。1個入れただけ、ポイって入れただけ。え、それだけ。もう何もしてない。ただ結構死にました。
107になりましたけど、じゃあちょっとマッチングしないか、あ、間違えた、ちょっと待って、めっちゃいるんだけど、あ、めっちゃいるじゃない、同じチームでもう一回やっちゃった、間違えたな、まあいいや、まだ800秒待たなきゃいけないってなって、私もう無理だってって思ったんだけど、いなくなった、え、ねえ、これキャンセルできないの、絶対無理なんだけど、800秒待てないよ私は、ほらまた長いんじゃないの、長いの嫌なのよ私は、寝ようと思っていたんだから、確かに次負けたら終われなくなるかも、マジで、あ、みんな頑張ってる、あ、みんなレギュラーマッチやってる、ん？なんかこれガチャガチャみたいな引けないのかな、あ、マッチしたよ、これが本当にラスト試合になります、私が操作を間違えなければね、これが最後の予定なので頑張ります、勝たなきゃ、楽しい、てか武器これ嫌なんだけど、プロモデラーで戦ってる人なんかいる？やだよね、おお、おお、なんだ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 、やめ、めっちゃこっちにいたんだけど、味方の陣地にそんな早く来てもいいのっていう、なめてました、申し訳ない、死んでしまいました、何にもしないで死んでしまったので、あ、またやってしまいました、またやってしまいましたすいません、何もしないで2回目のお亡くなりをしてしまったので、ちょっと申し訳ないしか言えない、あ、もしかしてマジ、よし1キル3デス1キルっていう、もう最悪、死にすぎ、まあ、1人死ぬってことは4対3になっちゃうわけだから、もう相当不利になるわけだから、もう絶対に死なないでっていうのが一番最初の条件なわけですよ、簡単に言うと、あ、死にますね私多分、間もなく、はい、さよなら、すみませんダメだこれ、絶対負けるな、ほら、そう、ここら、そうだよね、一人、相手めっちゃ連携取ってきてで、やだ、この一回なんていうの、この全落ち、一回今じゃない、みんな今だよ、今今、絶対に今、絶対に今、あ、道失敗した、ごめんなさい、ほいほい、出た、あ、ちょっと待って、焦った、焦ったの悪かったな、焦りすぎました、ちょっと、あ、今の焦んないでちゃんとキルしてから言ってたら違ってたのかな、ちょっとショック、自分の負けず嫌いさに、あ、ちょっとこの1対1負けられない、あ、2対1になった、あ、味方死にました、これでいっちゃおうかな、よっしゃ、ありがとうございます、あ、でも後ろから狙ってた、ダメだ、わかめちょっとね、本当につらいあー、やだ、どうしよう、ちょっとマジで
鼻水出てきた。ね、鼻水出てきた、どうしよう。うわ上手だね、うわ上手だね、すごく。おお届くね。マジ？うわそれやだ。え、ちょっと止めて早く。人任せ。うちここで待機したろ。おいけ。え、みんな開いてよ。今すぐに。今すぐにみんな行くんだ。ちょっとまだ落ち着け落ち着け。じゃあ、あ、私が入れたる。あ、入れられなかった、ごめんなさい。一応落ち着けなきゃいけないの私だった。最悪だ。これ私入れてたらヒーローだったな多分。こういうところでね、バスケ部補欠の患者が出てるよ。大事なところでね、決められないっていうのがね、補欠の醍醐味。マジで本当に思う。35秒で勝てるのか。2デスになったら行こう。あ、取っちゃった。うーん、ほらこういうとこだよね。もう、あ、これで行くっていうのはどう。あ、意味な、意味ないスペシャルでした。あいつのスペシャルの方が強かったですね。みやちゃん、あ、ね、全落ちです。あ、もうこれ負けだ、ショック。最後の試合だというのにいいのか。あ、入れられるわ。終わったんだけど最悪。うわ最悪な負け方した。いや、ごめんとしか言えないよ。これ違う、悪いもん。悔しい、超負け。でも明日また頑張ろうっていう気持ちになりました。ポジティブ。マイナス2だって。成績、最後の成績は10キル9です。そんなでもないですね。うわ、うちの友達めっちゃ頑張ってて、すご、15キル。やばい、強いんだけど。うちの友達めっちゃ強かった。知らなかった。そうなんだ。負けてしまったんですけど、楽しかったから OK。ということで、皆さん最後までご覧いただきありがとうございます。残念ながら私は寝ます。あ、もっとやりたかったけど、ちょっとね、明日もあるので、明日もね、どこでできるか分かりませんが、頑張りたいと思います。あ、ガチエリアがいいって、あの、うちのあの、このスプラブの顧問がガチエリアがいいって言ってます。うちの友達がめちゃめちゃ強かったっていう配信でした。マジかよ、もう絶対負けない。はい、ということで明日も配信ありますので、よかったらご覧ください。それではまたお会いしましょう。では一作戦の以上です。またね。寝ました。寝ましたって言って寝てない。これからなんですけど、寝るのは寝ます。皆さんも明日もよろしくお願いします。サンシャインシティ池袋でお待ちしております。噴水の前ですね。バイバイ。じゃあね。寝るぞ。